井さん、はい、学生時代もしくは何かしらで思い出のお弁当ありますか？思い出のお弁当、うん、ないんです。こんな時もありますよね。言うとお母さんに本当に申し訳ないんですけど、うん、あんまりなんかこのお弁当っていうのも、あ、じゃあどこ、このシチュエーションで食べたお弁当とか、なんかこのシチュエーションで食べ、ちょっとここでは言えないシチュエーションで食べたお弁当の思いが強すぎて、はい、ちょっとなんかこの作品にそぐわないなっていう。なるほど。ちょっとなんかそういう感じです。あれ、今までインタビューとかで思い出のお弁当の質問とかありませんでした？よくあのプチトマトの話をしてました。あったかいものの横にプチトマトを置かないでほしいっていう、はい、そればっかりで、はい、いつも弁当を開けるとプチトマトがどこにあるかしか確認してなくて、はい、あんまりお弁当のこと覚えてないんです。あ、なるほど。 具の思い出はあるけど、はい、自体というよりも具なんですか？具ですね。プチトマトがどこに置かれているか、温かいものの横に置かれていないかだけをずっと考えていました。なるほど。じゃあ振り返ると、はい、そのプチトマトの思い出なんですね。しかないです。お母さんごめんなさいっていう。あ、いい、はい、なるほど。じゃあ、エミソンさん聞いてみよう。思い出ですか？思い出のお弁当。そうですね、オムライス弁当。すごいね。こう開けたら、もうオムライスなんですよ。ドカーンと。すごい。それはやっぱこう、なんだろう、一つをずっと食べ続けられる無限の可能性って感じでした。うん、幸せですね。幸せな弁当でした。ありがとうございます。じゃあ、松井さんにもう一つ質問していいですか？はい。はい。小さい頃、お兄ちゃんといつも遊んでたそうですが、はい、お姉ちゃん、妹がいたらなぁと思ったことありますか？これ、やっぱ役どころにもね、書かれてる質問かもしれないですけど。ない。ない。ないですね。いやいや、そんなことないですよ。それは事実ですから。ないです。ないですから。いや、それはお兄ちゃんの妹でよかったなという。まあ、なんかそれもあるんですけど、あんまりその、うん、友達のお姉ちゃんとかを見て、お姉ちゃんいいなみたいなあんまりいなくて、なんか変な風ですか？じゃなくて、あのなんかお兄ちゃんがいると自分は女の子の遊びもできるし、うん、男の子の遊びもできるから、なんかすごいベストだなみたいな、家にゲームもあるし、リカちゃん人形もあるし、あ、そっかそっか、ロックマンとリカちゃん人形でバトルできるしみたいな。そんなことできるかわかんないです。できるかわかんないです。だいぶ半々の影響を受けてますね。楽しかったんで、なんかお兄ちゃんで よかったなっていうふうに思いますし、ベストってすごいですね、はい、なるほど。じゃあちょっとごめんなさい、もう一つ松井さんに、はい、あ、いっぱいいっぱいあるんですよ。私は毎朝おにぎり2つ作ってお弁当を持って仕事行くんですけれども、はい、ありきたりな国になって梅干し昆布明太子鮭フレークの4種類をローテーションしています。松井さんのおすすめのおにぎりの具ありませんか？教えてください。具、うん、いつもそう、梅干し昆布明太子鮭フレーク、この4種類を繰り返してるんですって。そこに新しい具一つください。具ではなく、うん、調味料なるほど、はい、で工夫をするっていうんですか、うん、もう美味しいお塩を使う塩むすびとか、あ、米自体の味を変える、米自体の味を変える、米を出汁で炊いてみるとか、そうすると4種類が8種類の味になりますね。変わりますよね。ほら、白だしちょっとお米に入れて炊くだけで、もうその一手間だけでも米自体の味が変わるので、まあ、そういうちょっと遊びから始めてみたらいいのでは。なるほど、新しい動きしてるのに米の味を変えるっていう。ありがとう、ありがとうございます。質問の方もいらっしゃったかな。そうなんですか。あの、私今日インスタに載せたあの投稿に美味しい塩が載ってるんで、それつけて食べてください。ね、すごい。聞いてみるもんね、新しい答えが返ってきました。ということで、もうそろそろお時間になってしまいました。はい、ということなので、最後に一言ずつですね、メッセージをお願いしてもいいですか？では、広瀬さんからお願いします。はい、主題歌という形であの関わらさせていただいたんですが、これからもあのどん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 映画もそうですし、フレンズも、そしてこの楽しもうという主題歌も大きくなっていくので、これからもあの応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、水野さんお願いします。はい、同じく主題歌として関わらせていただいたんですけど、今日見た方もまたもう一回見てもまた新しい発見があったりとか楽しめると思うので、ぜひご家族とか恋人とかをお誘いして、また嫌がらせ弁当を見てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。
では松井さん、最後お願いします。はい、そうですね、皆さんにこの映画楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。ぜひ楽しいと思ったり、良かったなっていう思いをですね、ぜひいろんなところでこう言っていただけると嬉しいなっていうのと、あとこの作品の舞台になっている八丈島は本当にいい場所なので、この夏どこか行くところどうしようかなって思ったら、ぜひ八丈島に行ってロケ地巡りみたいなねことをしてもらったら、すごく2倍作品が楽しめるようになるんじゃないかなと思います。八丈島のおすすめは島寿司です。ぜひ皆さん食べに行ってみてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。さて、それではですね、ここでメディア向けのフォトセッションに移ります。